メガプレート取り付けの前にセンサーケーブルをつけます。モーター側のこの位置とぐるっとで三角の穴を通してアンプに挿します。しっかり挿したらここでモーターの、そうですね、3本線は穴通してくれですね。あとサーボのコードと ESC のコードもなんか束ねておいた方がいいですね。さあチェーンの調整です。まずチェーン通したらですね、メガプレートの上にマスキングテープで留めちゃってください。片方いいですか。はい、そんな感じで。で次に今留めてない方ですね、そっちを引っ張っていってもらって、で合わさったところにマジックで、ね、印をつけます。ここですね。はい、でこれだと、まあ、こうやって緩んじゃってもどこだったかわからなくなることはないですね。で今印をつけたところの位置でチェーンを外します。今印をつけたところをラジペンでつまんでギュッと、ここはね結構力が入ります。指挟まないように気をつけてくださいね。結構硬いですね。そうですね。マイナスドライバーとかで開いちゃダメなんですか。マイナスドライバーだと手に刺しちゃう。危ないか。ラジペンの方が安全です。型を取れましたね。当たりました。はい。で、今外したやつを引っ掛けます。ちょっと緩いかな。いや、いい感じじゃん。ギリギリ。でもこれよりきついと。このくらい。ちょっと緩い気もしますけど。緩いですけど。そしたら、さっき、これで慣れますね。そう、アジャスターを前に寄せたんで、これをちょっともう一回バランス感じですけど、リアアクセルを外して、アジャスターを後ろにしてみましょうか。さあ、後ろのアジャスターを後ろ側にしてちょっと貼ってみました。あ、ちょうどいい感じですね。で、アジャスターを後ろにするとギアシャフト全体が後ろに行くので、バックラッシュ調整もう一回なきゃいけないですね。これでチェーンの調整は完了です。で、一回走らせると伸びると思うんですね、チェーンはね。なので、1パックか2パック走らせた後にもう一度調整をするようになります。で最後に開けたところを閉めます。はい、これで完成です。グラフテープを巻くところに角をですね、ちょっとヤスリで落とします。このぐらいですかね。塗装ブースで松本さん当時のカラーですね。まずはオレンジ色、オレンジを吹きます。